4月7日渋谷区文化総合センター大和田で洋画箏尺八篠笛教室が主催する演奏会が開催されました。今回で17回目を迎えるこちらの演奏会は、教室に通う生徒たちが日頃の練習の成果を披露する場として行っているものです。この日は14人の奏者が集う箏の演奏で幕を開け、名曲メドレーや二重奏などが披露されました。演奏会には7歳から大人まで幅広い世代が参加し、全17演目が披露されました。やっぱり久しぶりの舞台で緊張してしまって、ミスも少しあったのがちょっと、残念ではあるんですけど、思ったよりうまく弾けてよかったと思います。リハーサルではなかなかうまくいかなかったところも、本番ではある程度はカバーできてよかったんじゃないかなと思います。会場のロビーでは和楽器に触れてもらい、音を奏でる楽しさを知ってもらおうと、今回初めて箏と尺八の体験会が行われました。綺麗に音を出すのはなかなか難しかったんですけど、ちょっと知っている曲だったので面白かったです。尺八も、本当に難しかった。フルーツとかトランペとか、全然勉強しなかった。それから今日は本当に初めてです。